ご綾年後、綾ご大正7年9月19日は、日本の統計学者、慶応義塾大学教授、国勢調査の生みの親と言われる。広島範囲、五公席の次男として、江戸、青山に生まれた。母席は、三つくり元の長女。精神科医の御秀蔵は弟、書家の日高秩父は義定。西洋古典学者のごも一と、文部官僚の日高大志郎は老い。 現時2年にテッポス慶応義塾に入学し卒業。明治8年に大乗館生員性評価に入り、国勢調査が日本で行われていなかった頃から、欧米のような国勢調査を実施しなければならないと主張したことで知られている。国勢調査は、クレヤスギコウ内藤森蔵ーの尽力により、明治38年から実施予定であったが、日露戦争により延期され、 大正9年に第1回の調査が行われ、以後今日まで続く。東京統計協会を創設し、雑誌、経済及び統計を創刊。他、内務省衛生局、液定局、農省務省などで統計整備に指導的役割を果たす。明治32年から慶応義塾大学教授。妻、安との間に六男三女を設けた。長男、健は、医学者。 四男、綾木は、経済学者、歌手のコー夫は、妻の甥。い、ありがとうございます。